ゲスト様はキューさんです。ようこそ。よろしくお願いします。あのカフェ始めたんですよ。噂を聞いて来てましたあのよかったらあのカフェを利用したので、もうあの飲みながらね、もうまったりトークをね、もうお客さんより前に飲むっていう、もうね、はい、どうぞどうぞ飲んでください、ちょっと飲んでください。いやようこそ。はい、ねえ、まあ、キューさんとも後でね、たっぷり歌を歌うんですけれども、はい、まあね、はい、あのキューさん、ああいうね、もう月1ですよね、はい、ほぼほぼ、まあ、1ヶ月、2ヶ月に、そうですよね、はい、通って、もう通うというあの言い方をするんです。まあ、 あのどことは言わないですけど、ちょっと遠くからね、はい、いらっしゃってるんですよね。すごくね、いつも多分ね、あのお疲れでね、あのいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、めちゃくちゃ笑顔でね、話してくださって、本当に素敵な、あの品のある大人の女性っていう感じで、私は憧れですよ。仮面かぶってる。いやいやこんなんじゃないよ。いや、でもまあね、キューさんとは実はなんか私があのキューさんも長くて、あのイベントに呼んで、まああれも何年、コロナの前でしょ。全然前です。3年もう3年ぐらいでしたっけ。もっと長い気がします。もっと長いような気がしますよね、はい、で私たちは長いんですよ、ぶっちゃけ。結構もう9年ぐらいですかね。多分なると思います。そうなんですよね、はい、でまあ私も弾き語り始めて、で、その女の子イベント、女の子っていう歌姫と呼ばせていただく歌姫的なね、はい、イベントがあって、そこで何回かね、共演して仲良くなって、ね、はい、違う箱で結構よくお会いしてやってたんですけど、結構それでもう、キューさんとはもう仲良く、はい、間違いないから。いや、それは私もですとか言っちゃうと、もうって言っちゃうんです。いや、本当にね、なんかそれで会えるにね、結構、あ、もう会えようからですもんね、アンミクスもあるんですけど。そうですね。あとは、別のところで、アミさんの車に。あ、キムさん、生声なので、なるべくね、貼った方がいいですよ。結構、あの、大変そうなんですよ。いつも、ついあのマイクの代わりでいくかもしれないですけど。そうなんです。こう、キュッとね、アミさんの声でやるんですよね。キムさんに負けない。お父さんと
と一緒に歌ったりとか。まさかです。まさかです。そこはまさかです。そこはないです。もうかなりの年なんで、父もギターも弾かなくなっちゃってて、そうなんだ。かなわずだと思います。うん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 。なんか、まあ、私ね、お会いしたの9年ですけど、キヨさん自体はソロ活動って何年ぐらいですか？専門学校の時は、まあ、学校の授業とか、うん、学校主催の催し物とかではステージには出てたんですけど、うん、実際自分でってなったのは学校卒業した後ですよね。なんかずっと練習ばっかりしていて、うん、もし何か意味があるのかっていう疑問がある日ふと、学校で、学校とかブースとかカラオケブースとか練習していて、うん、練習はしているけどこれって意味あるのかなっていう。まだちょっと配信とかもね、そんなに、うん、でなかなかこうバンドもやってない状態で、うん、歌だけでしかもボケを使ってやってる状態で、うんうんうん、ライブハウスもどうかっていう、うんうん、ちょっとうんっていう、うんうんでうん、でまあ今はこうやってアニソン絡みだったりとかでボケで歌うってことが定番にはなってきて、うんうんうんすごく居心地が良かったり、立たせてもらう場所も増えてきているわけですけど、もう本当にそういうところなんですよね。うんですね。なんかだから、ね、ここはあのここはっていうかああいうのはね、あの OK がカラオダムにね、ありがたい使えるからね。結構だからキルさんみたいにそうなんカラオケとかで歌ってた人とかにはすごくあの歌いやすい。地元の方に行くとやっぱり弾き語りとか楽器ができないとダメってお断りされるのが結構多くて、そうなんですか。そうなんですよ。で先日10月の頭にもあのいわきっていうところで、うんうん、あのずっとコロナで 2,3 年やれてなかった、うんうん、あのイベント、うんうん、マチコンっていうイベントがあって、あ、うんうん、街全体を使ってあちこちでステージを作って、うんうん、あの出演者が出るっていう、うんうん、それも出たかったんですけど、うん、オケではダメだった。あー、厳しいっすね。最悪アカペラで出ようと思って、うん、アカペラはどうですかって思った。アカペラもダメって言われて、厳しいっすね。一人ですよねって言われて、合唱とかみたいに人数がたくさんいるの条件でのアカペラならいいんだけどって言われて、頭から蹴られました。なんかピアノでもポーンって蹴ってもらってThank you.
どうも、ブタです。アーティスト支援金付きステッカーの買い方を説明するブーアイウーの方のオンラインショップからこちらをクリック、そしてこちらをクリック、目当てのアーティストさんを選んで完了。どうぞよろしくお願いします。ブタでした。